さあ皆さんこんにちは、ボードチャンネルズチーパフォーマンスです。今回からボードチャンネルアメリカ出張編が始まります。というわけでこれから飛行機に乗ってアメリカのラスベガスで開催されるセマショーに行きたいと思います。一緒に行ってくれるメンバーはこのメンバーです。はい、ボード東京内山です。文部活司会横山です、はい、そしてまだ来てないんですけれども大阪店の岡くんも参加予定です。であとはカメラを持ってくれてる石田さんが通訳のことに同行してくれるということで、はい、5人で行っていきたいと思います。で今回はそのセマショーもそうなんですけれども、まあいろいろ価格だったりだとか、はい、物価だったりだとかバグってるっていうことなので、はい、僕らの旅の様子もいろいろお届けしたいと思います、はい、まあ向こうでどんな車が走ってるかとか、また生活の様子がどんな感じになるかとか、まあいろいろやりたいと思います。ぜひチャンネル登録して見てみてください、はい、というわけで行ってまいります。行ってまいります。行ってまいります。さあというわけで早速為替のヤバさを体感していきたいと思います。というわけで今回5万円、いや多分3万円ぐらい多分余裕だと思うんですけど、一応5万円両替にこれから行ってきます。151円ぐらいなんで、これがいくらになるのか見ていきたいと思います。いやもうびっくりびっくりです。1万ドルになりました。嘘だ嘘です。みんな1ドル札です。なんとですね、ご覧ください、331ドル。やばくないっすかこれ。300ドルにしかなんないんですよ。でしかもこれ300ドルにしかなんなくって物価もバグってるらしいんで、あのご飯の値段とかそのもろもろもお届けしたいと思います。とりあえずチェックインも済んで、今回はチケットなくさないようにお財布にしまいます。だからなんかなくしたやつがいるらしいんで、前回そんなやついないよ、いるはずない。というわけでこれから飛行機乗って大体10時間ぐらいでしたっけ、11時間ぐらい、10時間ぐらい行き、はい、で向こうに、10時だか11時ぐらいに着く予定です。でそのまま移動する感じになります。というわけでこれから飛行機に乗ってきます。あ、そういえば大阪で岡くんも成田に着いたってことなんで、これから合流します。時間バッチリです。いやなんか遅刻みたいな感じだよ。いや、ね、お疲れ様です、はい、というわけで岡くん揃って改めましてこの5人で行ってきま す、はい、でまあ平日の夕方なんでそんなに空港も今日混んでないですね。ただ前回ドイツ行かせていただいた5月よりかは人はいる感じです。休日なんかはもうかなり外に出る人が多いみたいです。では行ってまいります。というわけで約10時間のフライトの末、はい、ロサンゼルス国際空港に着きました。気温もかなり18度ですからね。22度、そうでした。22度、だいぶ過ごしやすい感じです。で今朝11時、日本が今4時ぐらいということで、これからレンタカーを借りに行って、まあ、途中ご飯食べながらラスベガスに向かいたいと思います。今レンタカー借りるところに来ました。今回は前回もお世話になったハーツレンタカーです。ネットで申し込むとこんな感じで予約した車どこに止まってるよって書いてあるんで、僕予約したのはゴールドのところ、これに止まってるそのクラスの車勝手に乗ってていいみたいです。うわ、ポールスターめっちゃかっこいいな。めっちゃかっこいいね、ポールスター。え、でもどれでもいいんだよ確か。日産ローグ、ローグ、これログエ、ローグ、日産ローグでいいんじゃないの。アメ車借りる、何でもいいよ。スモール SUV だからこの辺も多分大丈夫だ。ローグだったら新しいこっちがいいじゃん。日産 US、 日産ローグ、じゃあログエにします。君に決めたっつって。え、じゃあこれ。え、背中に今ピカチュウがいたから君に決めたっつって。君に決めた、これでいいでしょ。これ借りていこう。じゃあこれスモール SUV だから多分大丈夫なはず。これ向こうに乗っていくんでしたよ。そうで、なんか出口でクレジットカード出すとそのまま出られるっていう話。へえ、便利。めっちゃ便利ですよね。めちゃめちゃ便利で、得意げに喋ってますけど、あの医者さんに全部教えてもらいました。というわけでこれに乗って行ってきます。レンタカー今借りようと思ったら、日産のローグ君に決めたなんてふざけてたら、
なんかダメだ、この車はダメだっていう。出口持ってったらこの車じゃダメだから取り替えてこいって言う。壊れてんのか距離がオーバーしてんのかわかんないけど、うん、なんかホールドって書かれた。窓ガラスにホールドって書かれた。で代わりにこのホンダの、はい、ホンダの何でしたっけこれ、 CRV かな、あの北米仕様のやつかな、あ止まる、止め止まるに取り替えました。はい、はい、で今回はさすがに5人でスーツケース6個あるんで車はちょっと積み切らないんで2台借りてます、はい、東京店内山店長と石田さんが別のスモール SUV、 スモール SUV って言ってもアメリカだから普通サイズ、うん、そうですね、日本でいうところの普通サイズの SUV 借りて2台で行こうと思います、はい、あでそうそう、そんで、一応これからラスベガスに向かうんですけど280マイルぐらいかな、400キロ後半ぐらい、あでこっち今12時過ぎたんでとりあえずお昼食べてから行こうということで、はい、これからタコベルに行って、はい、みんなで物価の高さにビビりながらお昼ご飯食べたいと思います。ポテトだけ食います。いやマジでリアルにこうポテトだけでもいくらかちょっとね、あ動画撮ります。1000円ぐらいじゃない、行ってきます。円安円安を体感してこないと。じゃあこれがアメリカのリアルです。皆さん全体的に車が汚い、はい、そしてこの M3 ルック、ルックだよねこれ、ルックっすね。そしてなんでリアの車高めっちゃ高くてフロントめっちゃ低いんですか、よくわかんないです。 M3 ルックの F30 か、ですね、マフラーがすげえ強引なのがこの下でも、うん、で濃いディフューザー、車みんな汚いよね、汚い。そしてこれキャデラック、キャデラックランプのなんか配線は出ちゃってるしナンバーを超えちゃってるし、もう高級車が台無しです。やばい。いやだからね結構こういうモールのさ車見るのも面白いよね。あ、こうケンタッキーとタコベルが一緒になってんだね。もうタコベルパンダあった。タコベル。けど冷静に考えたらやばいですよ。これ1700円か1800円ぐらいですよ。そうだ。バーガーもこのチキンのやつ別にでかくない。このポテトいいな。普通のマックのハンバーガー変わらないですよね、サイズ。具がでかいけど。あとポテトとこのバグった。XL サイズの飲み物、はい、初日の朝食だかお昼はこんな感じで。それじゃあラスベガスコンベンションセンターまで何キロだ、458キロ。6時半到着予定です。近いぜ。遠くまで納車に行くことが多い岡君にとったら近所もう見に行く感覚で。そうですね、東京大阪間ぐらい、東京大阪片道ぐらいですね。ちなみに今回このセマが開催されるコンベンションセンター、はい、どのぐらいの広さか知ってますか。東京ドーム3個分ぐらい。東京ドーム比は分からない。うお、なんか花束、お花売ってる。あ、だから止まってる、あの信号待ちで止まってる車にこう売りつけるじゃないけど、怖っ。だ勝手に窓拭いてお金くれとかっていう、ドイツでも結構あったけど。窓開けるしかないですね、深さん用の。いやだから前。ああ、そういうこと。やるな、ロシア駅で対抗したい。でそう、ちなみにセマショーが開催されてるラスベガスのコンベンションセンターは18万平方メートル。え、18万って分かってないでしょ。幕張メッセの感覚で言うと2倍から3倍ぐらい。あ、ただ、はい、幕張メッセって、はい、通路とか展示しないじゃん。ああ、そうか、うん、狭は通路、通路も、ね、そう、外の駐車場も展示が、所狭しなんで、規模感で言ったら本当に4倍とか、ね、そのぐらいの規模感で一時で回れない感じですね。隙間さえあればとりあえず展示車置いてるみたいな感じですよね、狭って。で結構みんな狭ってカーショーだと思ってるけど、うん、実はカーショーじゃないって知って
あれパーツ見本市みたいなやつですね。あ、そうそうそう、パーツの見本市なんだ。あ、車が燃えてる。お、本当だ、車が燃えてる。ちなみにセマを立ち上げた人って、はい、あのヘルメットで有名なベルを創業した人らしいよ。へえ、そうなんですね。その人と、なんかホットロッドの神様みたいな人と、はい、他数名で始めたんですか。始めたのが一番最初だった。へえ、そうなんですね。そこからなんか名前が変わったりして、今のセマになってる。フォード VS フェラーリでもベルのヘルメットかぶってましたね。あ、そうそうそう。だ結構、ね、一般の人入れんの？入れないです。そうだよね。はい、ただただその一応業者の見本市なんで、まあ業者しか入れないんですけど、まあ名刺があれば入れちゃうから。ああ。若い子が遊びで入ろうと思っても入れないけど。あ、そういうことですね。割とそんなにハードル高くなくいけるっていう。でもまあ業者の人たちだけで、まあ世界中からあれだけ来てるって考えたらすごいっすよね。そうで、今どうか分かんないけど、俺が20年ぐらい前にそのセマ行った時は、はい、終わった後買い物してたら、はい、お前セマに来たんかって言われて、はい、そうだって言ったら、チケットもういらなかったら譲ってくれって言われて。へえ、そう。あ、なるほどね。地元の子たちとか、あ、そう、入れないから、はいはいはい、チケット売ってくれっつって。すげえ爆音。あ、ちなみに前を走ってるフォードエッジが内山店長と石田さん乗ってます。残り277キロ。はい、今この砂漠の真ん中を、はい、そうですね。でも7時には予定通り行けば、そうっすね、すぐかな。向こうで飯食う感じかな。じゃあ、でもなんかほんまにあんな感じっすよ。あの数年前のスタッフの悲劇が起きたの。え、こういうとこ入ってったの？言ったら、あの、さっきみたいにこう降りれる、あれを降りて、で、あのちょっとバーって行って、ちょっと休憩しようって止めたところが結構砂地の方で。なるほどね。これはダメです。ダメです、本当に。これ夜になるとなんか街灯も何にもなくて、めっちゃ怖いっすよ。真っ暗だから、本当に前に車走ってないと走れないです。そうそうそう。で、なんかそのスタックしてるんで、そのタイヤにこうなんかいろいろ挟むじゃないですか。うん、挟むのを探してても、なんかあの、ヘビとかも普通にいるんで、怖いんですよね。というわけで、あと、2時間半。はい、やっぱりカープレーついてると、はい、もう世界中どこ行っても、そうですね、楽っすね。 iPhone つなげば何が使えちゃうから、もう時代はこれっすね。楽ちんです。砂漠の真ん中で休憩ということで、石田さんと東京店内山店長は30分か40分ぐらい後ろにいるってことで、はい、だいぶ時間差が、はい、こんな感じのサービスエリアとか何もないんで、砂漠の真ん中の脇道に入って休憩です。いやでもね、 PV を撮りたい、こういうとこで。わー、撮りたいですね。映えるよね。まあ、多分日がもう沈んじゃうから間に合わないかな。あと130キロぐらいもみたいなんですけど、もう少しなんで頑張ります。街灯もなければ何もない。そうなんですよ、夜になるとマジでやばいですからね。真っ暗。行きましょう。電車見てます。いや、もう近いですね。あと17分22キロということで。で、今回は瀬間ショーが開催されるラスベガスコンベンションセンターのすぐ目の前にホテルを取ったみたいなので、お車じゃなくて歩きで5分ぐらい行ってます。めちゃくちゃアクセスのいい場所。だからもう向こう着いたら基本的には車駐車場止めっぱなしで徒歩で。どうする感じになるんだろうかと思います。もうちょっとです。というわけで今宿泊予定のホテルに着きました。ここで3日間7時。あ、今7時。はい、なんで、まあ、とりあえずチェックインしてみんなで夕飯を食べに行こうかなと思います。で、ここで3日間ですよね。4日間で、もうセマの会場がすぐそこなんで、もう車を置きっぱなしで歩いていけるという非常にアクセスのいい。
出るんだ。警察署？治安がいい。あ、治安もいいみたいですというわけでここをベースに狭し立つ頑張りたいと思います。頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。水がこれ1リッターこれで450円。これこのジュース450円。スタバのコーヒーエナジードリンク450円くらい。これコーラゼロコーラチェリーコーラいくら。これこれも420円。たっけたっけ。まあセブンイレブンだから、まあ、もちろんディスカウントされてないっていうのもあるけど、にしても為替がやばい。残り頑張ります。お財布がやばいかもしれない。